校舎裏の人目につかないスペースに呼び出される男子生徒。ごめんごめん。部活長引いて、待った？ナオト君。ううん。全然。待ってないよ。そっか。ごめんな。うん。で、どうしたの？急にこんなとこ呼び出して。うん。ちょっと大事な話があってさ。あんまり人に聞かれたくない話だから、ここで。そっか。うん。わかった。何？うん。あのね。そうだな。ちょっと待ってね。深呼吸するから。うん。大丈夫。ごめんね。ちょっと緊張しちゃって。いやいや、よかったらさ。よかったらさ、一緒に帰る？方向一緒じゃん。いいの？歩きながらの方が話しやすくない？緊張もほぐれるだろうし。そうだね。ナオト君、荷物は？全部入ってるよ。部活に持ってってるんだ、いつも。そうなんだ。じゃあ、一緒に帰る。自転車系取りに行っていい？もちろん。いい。オッケー。ありがとう。ナオト、自転車を取って戻ってくる。お待たせ。全然。待ってない。一秒も。大丈夫。嘘じゃん。じゃあ、行こっか。二人、ゆっくりと歩き出す。ナオトの押す自転車が、カラカラと音を立てる。テストどうだった？テスト？テストね。普通？普通か。加藤ってさ、あまり喋ったことなかったけど、頭めっちゃいいよね。そんなことないよ。謙遜しなくていいって、いつも学年順位上の方でしょ。なんで知ってるの？張り出されてるじゃん、毎回。そうだよね。俺ランク外だからさ、すごいなーと思っていつも見てたよ。ありがと得意教科とかある？う。物理かな。ああ、物理か。俺選択生物だから教えてもらうのは無理か。生物も得意。マジで？生物の勉強もしてるから。選択してないのに？私、理系の大学進みたくて。だから、いろいろ。へえ。ちなみに、どこ大目指してるの？名声。ごいな。国立じゃん。なりたい職業があって、そのためにって感じ。ちなみに何の仕事？実家をね、継ごうと思ってるんだ。カトンチって何なの？理系の仕事でしょ？病院とか？ごめん。話したくなかったら別にいいよ。でもさ、
だから生物もわかるから教えてあげる。うん、ありがとう。よし、だいぶ緊張取れてきた。そうだった、話があったんだよね。うん、ごめんね、なんか待たせた上に一緒に帰らせちゃって。いいのいいの、てか最初に待たせちゃったの俺だしな。そんなこと、うん、でもありがとう。うん、で本題なんだけど、うん、あのね、私さ、ナオトくんとずっと一緒のクラスでしょ？そうだね。一年生の時も一緒だったし、今も一緒で。それでね、実はね、私、ずっとナオトくんのこと見ててさ、すごいなーって思ってたんだよね。え？俺が？うん。スポーツもできるし、頭もいいし、話も上手だしさ。俺、頭悪いぞ。前回の中間の合計点聞く？いや、そういう頭の良さじゃなくてさ、こう、なんていうのかな、頭の回転が早いっていうか。そうかな。そうだよ。ありがとう。いやいや、でね、私、ナオトくん、そんな話したこともないし、こんなこと言うのさ、変だなって思われるかもしれないんだけど。うん。私ね、私、ナオトくんのこと。あーんという小気味に交換音とともに、席の時間が停止する。以下、ナオトの心理描写。ここで状況を整理しよう。高校1年の時に同じクラスになった加藤美久、彼女はクラスの女子の中でも人気があり、その容姿から男子人気も高かった。加藤はいつも女子に取り囲まれており、男子からするとおいそれと近づきがたい高嶺の花的存在だった。そして2年生になった今、また加藤と同じクラスになれたというのは正直嬉しかった。ただ今、まさに今この時、あろうことか俺はその加藤に呼び出され、大事な話があると言われたのだ。加えてこの雰囲気、俺は確信している、告白だ、これは告白に違いない。高鳴る胸を支え、俺は彼女の言葉を待った。世界が動き出す。私ね、私、ナオト君のこと、うん、殺し屋に向いてると思うの。スパーンという小気味いい効果を、世界の時間が止まる。状況を整理しよう。俺はクラスのマナの加藤に呼び出され、サッカー部の練習が長引いたため、少し遅れて待ち合わせに行くと、顔をあからめた彼女がいた。緊張している彼女に気を使って一緒に歩き、たわいもない話をして、さてここからだというところで、殺し屋にスカウトされた？世界が動き出す。今なんて？私ね、ナオトくんの腕とかすごく太くて、それだったら簡単に首の骨をいけると思うし、起点が効くところとか私にはないところですごいなって思うし。いやちょっと待って、加藤。だからね、ナオトくんに私の家で働いてほしいの。ん？加藤の家で？うん、秘密クラブ加藤の従業員になってほしいの。ごめん、加藤、言ってる意味がちょっと。給料は弾むから、一件に50は出す。いや、そういう問題じゃ。じゃあ、60、60、60。いや、そのさ、加藤。65、65、65、65。加藤、落ち着いて、競りみたいになってるから。いくらだったら、引き受けてくれるの？いや、その、加藤。うん。加藤の家って、その、なんだ、殺し屋ってことなの？そうだよ。殺し屋の事務所。うん、そっか。で、
とは俺に殺しの才能があるって思ったんだ。ナオト君は逸材だよ。出会った時、この人は生物を破壊するために生まれてきた兵器だなって思ったもん。そっか、そうだよね。そうなんだよね。だからお願い、うちに入って。つまりさ、加藤。ん？俺は、殺し屋にスカウトされてるってこと？うん。端的に言うとね。断るよ。え？なんで意外そうなの？断られるとは、思わなかったから。そうなんだ。普通断るけどね。絶対ダメ？うん。絶対に絶対？うん。ん？どうしたの？そうなるとさ、俺結構やばくない？やばいって？いや、だって、加藤の家は殺し屋なんでしょ？そうだよ。それって、隠すことじゃないの？そうだね。だから、人目につかないところで伝えたかったの。だよね。でも、俺、知っちゃったよね。うん。言ったからね。やばくない？確かに。そうだよね。例えばさ、俺がこれで断り続けたら、俺は、どう一家の秘密を知ったまま野放しになるわけで。それはまずいね。だよね。じゃあ。待った待って待って待って。ん？うん、待って。じゃあって言いながらカバーするのこの状況一番怖いから。そうなの？いいと思ったんだけどな。そうだよね。加藤はいいと思って言ってくれたんだもんね。それにね、秘密クラブ加藤はいい殺し屋なんだよ。いい殺し屋？そう。法律で裁けない罪人をお金をもらって裁いてあげるの。なるほど。だし、しっかりと相手は調べて殺すの。どんな仕事をしているか、本当に根っからの悪人なのか、事実とか全部調べてさ。それが、例えば個人的な恨みだったり、濡れ衣だったりしたらどうするの？依頼は受けないよ。それじゃ、お金がもらえないんじゃないの？ナオト君は、まだ知らないかもしれないけどね。いるんだよ。本物の悪人ってやつが。自分のことしか考えずにダメージを振りまく、根っからの悪人がさ。そうなんだ。そして、そういう人は必ず複数の人から恨まれてる。恨まれてるなんてレベルじゃない。その人を殺すならって、お金を出す人がたくさんいるの。そういう人からお金を集めるってこと？そう。やっぱりナオト君、理解が早いね。要は共同投資。全員の恨みが一定額まで溜まったら、裏付けをもとに、その人を殺すの。でもそれは立派な殺人だよね。ナオト君、そんなこと言ったら、死刑だって殺人だよ。公的に殺すか、私的に殺すかの違い。もちろん、社会的抹殺っていう場合もあるけどね。社会的？うん。生かさず、殺さず。その人の地位とか人間の尊厳を奪うの。立ち直れないくらいに。それは怖いね。怖いよね。だから悪いことってしたらいけないんだよ。でも、今加藤が俺を殺したら、それは理念に反するんじゃないの？え？何言ってるの、ナオト君。殺さないよ。でも、さっきカバンの中に手入れて。あ、そうそう。はい、これ。何これ？
紙？それ、うちの名刺ね。真っ白じゃん。ライターとかで炙ると文字が浮かび上がるようになってるの。お家でやってみて。なんでこれを俺に渡したの？まあ、就職先、長い目で検討してってことと、あとはまあ、殺し屋にならなくても、お客さんにはなってくれるかなって。そういうこと。でもいいの。俺が殺し屋のことを知っちゃったのは。うん。よく考えたら、それは大丈夫。パパは医者だし、うちはしっかりしてるから足がつかないの。そう。何度か警察のが家に来たことがあったんだけどね。何も見つからなくて。警察の人もごめんなさいって帰ってったから。大丈夫。うん。あ、ここ。え？着いた。私の家。え、ここって？うん。病院。パパはここの院長で、ママは看護師さん。ってことになってるの？いや、これはほんと。しっかり病気も治せるし、お薬も処方できるよ。なるほど。治すのも壊すのも、仕組みと方法は一緒だからさ。それじゃ、送ってくれてありがとね。いや、あ、大丈夫。ナオトくん。ん？この世にはさ、絶対に納得できないこととか、絶対に受け入れられない事故が実際に起きててさ、そういう人たちって、その事故のために、人生の明るい時間が過ごせなくなっちゃうからさ。だからさ、ナオトくん。うん。いざという時は、声、かけてね。あなたの明るい時間を取り戻せるかはわからないけど、できるだけ、守るから。佐藤。じゃあね。そう言って、加藤はスカートを翻して、自動ドアの向こうへと消えていった。これが、私と加藤ミンクとの出会いだ。それから数年後、私たちは再会することとなる。それも、一番望まない形で。なお、この報告書とは、あくまで私の個人的な体験を参考程度に記したものであり、決定的な裏付けが確定されるまでは、事件との関連性はないものとしていただきたい。8月19日。出所後連続変質事件対策室、室長、大和田直人。